で、それをもとに僕らはじゃあ何をしようとしているのかっていうことが一つあって、それはさっき言ったように、その802まだ2つ今あるって言ったんだけど、一つは今申し上げたように、その科学的な研究の方向に向かったっていうこと。からもう一つは、これは実は誰も言わないんで、僕、ちょっと自慢めいてるけど、多分僕が最初に言ったんじゃないかと思うんだけども、20歳の成人式を迎えた人に、あなたの60年後の口の中の状態をイメージしてもらう。その時にどういう年寄りになってるか、一本も歯がない年寄りと歯が揃っててっていう年寄りのイメージを自分の口の中と同時にイメージしてもらうっていう問いかけはできるんですよね。そうですね。で、イメージできるわけですよ。周りにこういろんな人がいるわけで、それで自分は歯がなくなった時にここら辺がしわくちゃになってとかってイメージできるわけでしょ。で、これね、よく考えるとね、人間の臓器の中でここだけなんですよ。例えばあなたの胃をね、60年後に胃の状態がどうなってるかイメージしてもらったって、誰も胃カメラ飲まない限り分かんないわけだし。ということはね、やっぱりね、8020っていうのは人生80年っていう時間の中で自分の未来をこう想像する、そして健康でありあろうとする、その間健康であり続けたいという願いをどういうふうに実現していくのかって、ステップを、つまり60年後がイメージできるってことは、じゃあ10年後にどうしたらいいか、20年後にどうしたらいいかっていうことがステップを追ってイメージできることですから、あと60歳になったら、最低24本欲しいよねとかっていうことが、他人から教えられるんじゃなくて自分のイメージとして納得できる。これはね、ヘルスプロモーションっていうか健康増進運動としてものすごく面白いなっていうことに僕は割と前に気がついて、でそうすると、僕図を作ってるんですけども、一人の個人っていうのが体がありますよね。口があって、そこの口には例えば辰巳先生の食を考えてる人がいる。生産者がいる。それが全部口の中に集まってくるわけでしょ。が環境があって、その環境も、例えば今ネグレクトで、いわゆる育児を放棄すると、普段子どもたちって今ものすごく虫歯少なくなってるんだけども、時々クラスの中に突然パーセントははっきりしないけど、何人かは信じられないような虫歯の子がいるわけですよ。で、首かしげると、そばにいる保母さんとか学校の先生が、こういうふうに僕の顔を見てうなずく、後で聞くと、ちょっと家庭に問題があるんですみたいな。ただこれ難しいのは、虫歯があるから家庭に問題があるって逆にはなかなか言えないんだけども、明らかに家庭に問題があって、つまりこれも食の問題ですよね。つまりおやつっていうのは、100円玉与えておやつだっていうと、子供はコンビニに行って甘いものを買ってきて食べる。で、そういうその生活をして、育児がきちんとできてないと、やっぱり口の中に影響が出てくる。つまり社会が口に大きな影響をする。で、そういうこの個人が、今言ったように、こう歯が生え、それから乳歯が生え、あと永久歯に変わりっていう、その年齢を追うごとにさまざまな病気をしながら歯を残していく、場合によって歯がなくなっていくっていう、その人生の歴史みたいなものがね、ずっと積み重なるわけです。で、最後は誰も絶対死ぬわけですよ。と、僕は今言ってるのは、歯科医師の仕事って最後のところで、つまり昨日食べたものが美味しかったよって言ってなくな、象徴的に言えばね、昨日食べたものが美味しかったって言ってなくなっていただける状況っていうのを僕は作らなきゃいけない。すごいですね。で、これはね、何で思いついたかっていうとね、ある僕の先輩の歯科医師の奥様が亡くなって、息子さんがお葬式の最後の御礼をした時に、たまたま亡くなる2日ぐらい前に、子供たち、孫も全部その家に集まって、お母さんのために孫がいろんな餃子を作ってあげたりした。もちろん体力が弱ってたから、たくさん食べられなかったけども、あんなに幸せそうに食べてた母親の姿、久しぶりに見た。で、その2日後に本当に眠るように亡くなったんですね。とすると、その方が言うのには、多分悲しいけども、あんなふうに美味しく最後まで食べられた母親っていうのが、自分たちにとって救いだってわけですよ。死ぬって悲しみを乗り越えるものすごく大きな救いになってるって話を聞いて、あ、そうだよね。例えば病院で、それは悪いことだとはなかなか言えないけど、こういろんな管がね、くっついてね、それで自分の口から食べられずに直接胃の中に栄養を流し込まれて、いろんな状況で亡くなる、
まあそれだってあの亡くなるっていう事実は事実なんだけども、できればやっぱりね最後まで食べて口で食べて、うんうん、あ昨日美味しかったなとか、最後のブドウを僕の仲間でやっぱり歯科医師で在宅やってるのは、あの最後にブドウを食べたいって、うん、あのそして口の中にブドウを入れて美味しいって言って息引き取った人がいるっていうんだけど、うんうん、そういうことを僕らの仕事ってやれるなって。